リリーベありがとうございました。ズッキーさんありがとう、あおいちゃんさんもありがとう、 MC 面白かった今回も司会させていただきました、ありがたい。ちゃんとくさんありがとう、ケボさん猫ありがとう、キロッチさんありがとう、 MJ さんもおうさぎありがとう、ホクピグさんありがとう、よしさせていただきましたよ。見ててくださ、見てくださった方ありがとう、来てくださった方もありがとう、タウタンさんありがとう、面白かった。ティモンディさんからのメッセージがさあると思わなくてびっくりしたよね。ショールームでさ、私言ってたじゃん、普通にショールームでもさ、ティモンディさんとかとさ、なんかなんかできたらいいですよねみたいなの言ってたじゃん、配信とかでも。まさか今日いただけると思わなくて。あおいちゃんさん、カメさん、いさおさんありがとう、ピケさん、いちごありがとう。マイチーの凄さを買ったいや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 、ね、びっくりしたよね。いや私も今日ね、企画面白かったんだけど、ね、リコーダーのとこがやばかった。もう面白すぎたよね、あそこなこさんがおもろすぎた。たーくんさん、あおいちゃんさんありがとう、違和感のなさ。あきょうさん、あもうね、オレンジの髪だからもうさわかる。なこちゃんつぼってた、今日つぼってたね、なこさんが。いやー面白すぎたな。でもあそこねえ楽しかったな。今日発売日ですからね。マイクを離さない、アイチーとディコーダーを離さない、アキちゃん。いやー確かに、アキさんはディコーダーを離さず、アイリーはマイクを離さずってね、おもろすぎる。マットさんありがとう、ファンの方、気づきましたよ、今日来てくださった方、見えた見えたね。似た者同士でございます、ちょっとああ面白かったな。うんラジオ俺これ面白くない、ゆきありがとう。もう前回もB さんの時は LINE ライブもあったんですけど、あの時はもう司会させていただいて、今回も司会させていただいて、ちょっと若干司会慣れしてきてる国翔さんありがとう、新曲初披露しましたしね、フルで。フルでやらせていただいた、今日初めて。そうそうそう、初めてよ、何も見れてないけどアーカイブすら見る時間。そうね、見てくださいぜひね、アーカイブ残ってるから。うん、葵ちゃんさんありがとう、葵ちゃんさんありがとう、選抜の MC だなツッキーさん、アクス玉ありがとう。そうですね、大体そういうのを任せてもらえてるので、もらえ前回は、うん、そうね、もらえてきてるので、その選抜での仕事の時に、そういう MC の時とか任せていただける機会もちょっとずつ増えてきてるから、そうそういう時はやっぱありがたいので、ね、全うしていきます
今後とも。いぶきのね、ね、結構いけたんじゃないかな、あれね、当たんなければ。はい、けどおやすみ、おやすみ。ねえ、なこさん囲むのがね、あれが感動なんだよ。カン・スンホさん、ありませんよ。衣装似合うね。ありがとう。衣装がバッチリ似合ってました。ありがとう、ありがとう。確実に笑い取るよ。取らない取れないですよ、別に。みんなのおかげとかもあるから、ね、衣装が可愛いって言ってもいい。わかる。なんか髪ってんだよ。アイチーのおかげでヨッピー確かに名前ヨッピー。ビビさん、お疲れ、ありがとう。過去の MC が強化され、劇場で。そうだね、大事ですね。明日はもう目撃者の練習だし、朝から。いや、お忙しよ、お忙しでございます。朝早いしね、明日頑張らないと。めっちゃ乗り切ります、明日。そして明後日はもうステージで、リハなので、乗り切んなければ。とりあえず12までもずっとあれだね、あるから。で、13、私の誕生日だけ休みなんだけど。私誕生日だけ休みだ。うわー、どうしよう。いや、その日はさ、オフで。めっちゃ嬉しいわ。でも嬉しいけど、特にやることないんだけど、どうしようかな。葵ちゃんさん、ありがとう。足綺麗だと思ってたんだけど、嬉しい。誕生日休暇や。ね、まだ仕事あってほしかったな。なおなら。テタラさん、ありがとう。ズッキーさん、ありがとう。誕生日なんだ、なんだ、うん、何、バレる席。いや、そう、すごかったね。めっちゃ前だった。そうなんです、間に合った、ギリギリ。急いでもう落ち着いた瞬間に始めましたと。見てくださった方、ありがとう。いつも休みやった。ああ、私な、そうだよね。ゴトパズ、知らない。いいな、ゴトパズ。マジか。葵ちゃんさん、ありがとう。愛知のクリアファイル申し込んで。あ、そっか、あ、クリアファイル、そうね、そうよね。あれね、アイリのカラーね、緑だったのに、前回も緑だったし、今回も緑緑。冬で好きなとこはどこだろう。でも、あ、でも落ちサビのとこさ、せーの、また拳上げて、あ、落ちサビ好きですね。エール送ってる感じで、拳上げて叫べよ、せーの、もっともっと。ここはフリーで、なんかめっちゃガッツをこうエールを送る感じの熱い感じすごい、めっちゃ盛り上がりそうと。とにかくやったかさん、ありがとう。
後半になってどん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 転調するしね、めっちゃいいよね。あ、愛知の声聞こえる、ほんと？イエーイ。うわ、でも H の曲もめっちゃいいからな。福清さんありがとう。 H の曲はすっごい私大好きよ、もう本当にめっちゃ好き。青春フルスロットル、アドベンチャーブームフルボイス、うわすごすごいやつじゃん。ティモンディチックうん、そう、ティモンディタイムです。タコさんの右後ろのポジはめっちゃいい、うん、たまたまねたまたまね。あんな時間あったじゃないか、ライト照らすあの日の夜、あばよせ一瞬の基礎にあった湾岸線、お前のバイク振り切ってフルスロットルで、なんかね懐かしい感じの曲だよ。なんかなんて言うんだろう、なんか昔の曲にありそうっていう、うん、分かった、愛知の子分かった、本当？ゆかちーコンビよかったやらせていただきました。てたらさんありがとう。うわマジすごく優しくに、うん、葵ちゃんさんありがとう。ああ儚すぎる人生、ドゥ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 、あきさん、あきさん合わせやな、やっぱぽいよね、やっぱでも。うん、目撃者ね、明日リハ頑張ろう。葵ちゃんさん、ひろゆさんありがとう。確かに目撃者は合うね、合うは確かに合うよ。ミクさんもね、うん、フラワー面白かった。あ、確かに歌あり部分ね、わかるかしらんね、披露が楽しみですね。一個も当たらんかった、え、マジ？そうなんだ、倍率やっぱ高いですよね。こんばんは。リンコと LINE 交換したと聞いて自分のいいところたくさん送って、あ、え、そうだよ、え、なんて知ってんの。タータンさんありがとう。そう、交換したけど、リンコとサーヤンとパセちゃんと一緒、お仕事一緒だった時にね、あの3人の時に3人と交換した。あ、出ました、テロップが19度が下20だ、ありがとうございます。イエーイ、間に合った。羨ましいいいだろう。イエイ。なるべくね、でもチケット今日使おうかなとか思ったんですけど、まあその体調不良以外の時は、まあできる時はなるべく したいというあれなので、まあギリ間に合ってよかった。MC 回すのうますぎた、いやいやいや、いや全然ですけど、まあそういう機会が
やらせていただける機会ちょっと増えてきてるんでね、ありがたいから、ありがたいね。ちょっと少しだけ慣れてきてますね。マシュマロみたいに可愛い。うん、私多分本当に触り心地はいいかも。チケットね11枚くらいあると思う。え、14日から本店の公演。え、そうなの？マジか。ゆくさんありがとう。愛知の歌より星空のとこを予想してるけど合ってる。正解、素晴らしい正解です。 BB さんありがとう。配信してくれてマジでありがとう。え、本当？よかった。わかる。なんか配信推しの配信見れたら結構嬉しいとかあるよね。それわかるわ。なんか私も一時期あのかまいこさんの生配信ゲームのねライブのやつでハマってた時があって、そのコロナ禍おうち時間だったの、その時にめっちゃ配信してくれてて、よくだからすごいそれがモチベでしたね。結構ね配信さ、生配信もう頻繁にやってくれてたんですよ、その時。やっぱおうち時間でそれがやっぱ見れたら嬉しいってなったから、あ、これこういうなんかなんていうんだろう、似たようなちょっと気持ちが分かったような気がする。推しメンのね見れたら嬉しいみたいな。あ、ディンカちゃんショールームイベントが、あ、いろいろアドバイス聞きたいって言ってたよ。 LINE に来たんだけど、で私もなんかちょっとアドバイスっていうかアドバイスくださいみたいな来たから、なんかチラッと言ったんだけど、私も別にそんなにショールームイベント強いとかじゃない、別にそんな強くないので、別にねそんななんか、うん、ベテランですっていう感じでもないから、なんか何を教えたりとかちょっとあんまりあれなんだけど、とりあえず星投げカウントが大事だよっていうのをファンの方に伝えて、星投げの練習とかした方がいいかもみたいなっていうことを言った。葵ちゃんさんありがとう。そうそうそう、ショールームイベント、いや、つわものじゃないんだよ、別に。全然ですよ。私、うん、ショールーム続けてるってだけで別にね。うん、そんな。味方だから。頼られてるならもう嬉しいですね。あ、 YouTube 公式だよって、本当？見てください、皆さんぜひ、アーカイブに残ってるし。よし、あ、12時、あと5分で12時なんだ、早っ。早く寝る準備しないと、やばいよ。終わった終わった、明日もう、え、今日何曜日？スイカ、なるほど、極意、配信の極意。ないよね、別になん、もうないっていうか、そのイベントはもうファンの方との、今いてくださるファンの方との団結して乗り切るして楽しむっていうね、私が心がけてるのは楽しむことがね、やっぱ一番、自分が楽しむみたいな感じではあるけどね。いや忙しいな今月。やっぱ新公演ってやっぱ大変やね。
新公演って大変やね。なんか新公演久々、え？久々っていうか、ああパジャドラか、パジャドラでやってたから新公演っていうか、まあそうパジャドラで一回なんて言うんだろう、なんかゲネと、ゲネあったかな、ゲネないか、あれゲネはなかった。でもパジャドラで結構経験したばかりというか、ちょっと前にねして、あの時も忙しかったんで、今回もやっぱ新公演となるとねやることが多いね。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとう。皆さん、ありがとう。ノーパラ、ノーパラの時はもうなんか大変どころじゃない。やばかった。うん。確かに。あ、小田さん誕生日だから小田さんに LINE 送ろう。よし、じゃあ終わりますね。そう、ずっと頑張り時を気抜けない、ずっと。ランキングはまず13位山崎さん、12位テタラさん、11位エレハナさん、10位キドッチさん、9位 BB さん、10位谷川豊さん、7位タッタンさん、6位フクピグさん、5位 PK さん、4位国翔さん、3位 MJ さん、2位ズッキーさん、1位葵ちゃんさんです。福久さんありがとう。みちやさんありがとう。オリジナルコアだと思った。確かに確かに確かにだね。ありがとう皆さん、ちょっとギリギリでしたが見てくださった方ありがとう。リリーベもう見てくださった方、来てくれた方もありがとうね、本当に。おやすみねみんな、また明日。明日もちょっとどうだかな、疲れ切ってるかも。おやすみみんな、ありがとう、バイバーイ。